西暦2017年、ドクターテキーラは南海の孤島に超巨大遊園地ハートフルパークを建造した。オープン2日後、入場者は約50万人を数え、場内の活気はピークに達している。だが9月15日昼下がりの午後、島は突然にして恐怖のるつぼと化した。テレビをご覧の諸君、聞いて驚き。今からハートフルパークは独立帝国となり、本土に対して宣戦布告する。だあ、賢いやつは逆らうなよ。わしの作った兵器は核ミサイルでもびくともせんぞ。だあ、あとこちらには50万人の人質がいることもお忘れな。じゃね。やつの言っていることは本当だ。やつが発明したウイロイド合金はどんな爆薬を使っても傷一つつかないんだ。絶望的だな。アーミーの連中も動きが取れんらしい。私に任せてくれない？昔彼の研究所に勤めてたから、ウイロイドの分解法則がわかるの。母さん、帰ったっきり研究室にこもりきりなのよ。またどうせくだらないもの作ってんじゃないの？今度のはくだらなくないよ。なんたってこの国の未来がかかってるんだからね。ハートフルパークに人質が取られていることは知ってるわよね。ふんふん。今から私の作ったロボバイクに乗って人質解放に向かってちょうだい。そんなこと言われても。なんで私らが行かなきゃなんないの？こういう時にあんたたちの言うくだらない発明が役に立つのよ。
この辺りにホラーハウスがあるようね。やだ、怖そう。つべこべ言わずに行くよ。ああ。